スドリームセカンド1号艇渡辺由美、2号艇細川優子、3号艇海野ゆかり、4号艇中村かなえ、5号艇清水咲、6号艇深尾智恵。各選手にどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。では1号艇渡辺選手はステージ中央へ、その他の5選手はどうぞおかけください。はい、1号艇渡辺由美選手です。おはようございます。おはようございます。今節のビジュアルはひまわりです。ビジュアル後ろのね、あのビーナスちゃん。あ、本当ですね。はい、ぴったりですね。今知りました。今気づきました、はい、気づいてよかった。さあ1号艇渡辺由美選手、昨日は、2走1着2着の成績でしたけれども、はい、船橋は2走しての手応えどんな風に感じましたか？前傾の手応えはすごく良くて、はい、昨日安定板ついた中でも、はい、いい雰囲気はあったんで、あの安心しました。安定板がついて調整っていう部分はいかがでしたか？プロペラ調整だけしました。はい、では今日、まあこのドリームそして8レースと2走ありますけれども、何かこう求めている部分というか調整というのを考えている部分は？安定板外れてまだ乗ってないんですけど、とりあえず乗ってプロペラをちょっと、はい、叩いていこうと思ってます。はい、じゃあその今日は、ね、安定板が今のところ外れてますので、そこの調整をしていくという感じ。はい、はい、さあドリーム枠は1号艇です。しっかりインコースから、はい、しっかり自信持っていきたいと思います。昨日のピット離れっていうのはいかがでしたか？あ、全然問題ないです。大丈夫、はいはい、あとスタート見え方は、まあ、昨日あの風の中でしたけれども、はい、あの前半はしっかり全速で決めれたんですけど、後半追い風になって、はい、ちょっと思ったようなスタートはできなかったです。じゃあ今日もこの後しっかり練習行って特訓行ってですね、はい、では最後にファンの皆さんに意気込みをお願いします。はい、しっかり準備して思い切っていきます。応援してください。ありがとうございます。1号艇渡辺由美選手でした。続いて2号艇細川優子選手です。おはようございます。おはようございます。さあ細川選手も昨日2走しましたけれども、はい、2走しての手応えはどんな風に感じましたか？まあ正直まだ合ってないかなと思います。はい、合ってない。まあそれ安定板がついてというところもあじゃないと思いますね。多分自分とペラは合ってないだけです。うん、じゃあ今日はその合わせていく調整、まあ、じゃなくてもちょっと変わったことしたいと思います。そうですか。ちょっと整備も考える感じ。いや、整備はしないです。じゃなくて、だけで。なるほど、方向性変えてと。そうですね、はい、さあ枠は2号艇ですけど、現時点での構成やレースのイメージはいかがですか？まあ2コースの仕上がりにはならないと思うんですけど、はい、それも込みでちょっと琵琶湖なんで、うん、いつもと調整変えたいと思います。わかりました。では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、そうそう、しっかり走ります。応援お願いします。ありがとうございます。2号艇細川優子選手でした。そして3号艇海野ゆかり選手です。おはようございます。はい、おはようございます。海野選手は昨日連勝スタートとなりました。はい、船橋の手応えはどんな風に感じてますか？前傾よりかは良かったと思います。はい、2走のする中で変化っていうのはありましたか？前半より後半をプロペラ調整して少し良くなったかなという感じはしました。さあ今日2走、次は早速もう3レースからなんですけれども、何か調整っていうのはありますか？まあ朝のレースはもう間に合わないので、ちょっとまあチルトを下げて調整 していこうかなと思ってますけど、まあ後半はじっくりあるので、はい、しっかり試運転したいと思います。はい、枠はドリーム戦3号艇です。コースやレースのイメージはいかがでしょう？まああんまり何も考えてないですけど、はい、はい、しっかりスタート行ってというところですね。はい、はい、では最後にファンの皆さんに意気込みをお願いします。はい、今日も練習できるように頑張ります。ありがとうございます。3号艇海野ゆかり選手でした。そして4号艇中村かなえ選手です。おはようございます。おはようございます。さあ中村選手は昨日2走は安定板がついてる、ついてないのとついてるのと、はい、はい、ありましたけども、船橋2走していかがでしたか？モーターは安定して動いてるなって感じなんですけど、乗り心地は前半も後半もどっちもちょっと反対に外してたかなって思います。じゃあ今日は乗り心地を求める調整がまず、はい、そうですね、はい、なんかその調整の方向性みたいなのはもうある程度決まってるんですか？あ、そうですね、まあ、大きくプロペラ叩いてだいぶ自分の好きな乗りやすさの近くまでは来てると思うので、ちょっとで
なんかいいとこ見つかるといいなと思います。はい、ドリーム戦枠は4号艇です。はい、今のところコースやレースのイメージはいかがでしょう。しっかりダッシュ乗ったスタートできるように頑張ります。そのスタートですが、昨日も0810とあの風の中いいタイミングですけれども、見え方はいかがでしたか。まあ届かないけどなんか一定しているので見やすいです。はい、では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、船券絡めるように頑張ります。よろしくお願いします。4号艇中村かなえ選手でした。ありがとうございます。さあ、そして5号艇清水咲選手です。おはようございます。おはようございます。清水咲選手も昨日は安定板がついてないのとついてるのと2走しましたけれども、はい、はい、船足はどんな手応えですか。そうですね、もう少しターン回りをしっかりさせたいなという感じです。うん、そのターン回りをしっかりさせる調整、もうこういう調整しようっていうのはありますか、頭の中で。そうですね、まあ、昨日ちょっとレース終わってから外回りを少しいじったんで、また乗ってみてと思ってます。はい、じゃあ今日乗ってまたいろいろ考えながら。はい、はい、さあ枠は5号艇ですが、はい、今のところコース、そしてレースのイメージなんかはいかがですか。まあ、何を考えてもスタートしてからじゃないと展開はわからないんで、はい、まあ、しっかり捉えられるように頑張りたいと思います。わかりました。では最後にファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、すいません、昨日不良候補してしまったんですけど、一走一走精一杯頑張っていきたいと思います。お願いします。5号艇清水咲選手でした。ありがとうございました。さあ続いてお待たせしました、6号艇深川智恵選手です。おはようございます。おはようございます。川選手は琵琶湖は久しぶりの登場で、はいはい、昨日1走しましたけれども、船足手応えはどうでしたか。船足は普通はあると思うんですけど、自分の失敗が昨日はあってって感じです。はい、船足普通はあって、はい、全体的に普通はあると信じているんですけど、はい、はい、じゃあ今日調整はいかがでしょう。ちょっとそのままで行ったんで、うん、ちょっと今日はペラも結構叩いてみたいと思います。はい、いろいろ試す感じですかね。はい、はい、さあ、深尾選手枠は6号艇ですけれども、コースレースのイメージいかがでしょう。はい、自分が行けるスタートを行きたいと思います。はい、久しぶりの琵琶湖、昨日のスタートの見え方なんかはいかがでしたか。全然失敗しました。ちょっと失敗して大きなタイミングになっちゃった。はい、はい、じゃあ今日はしっかりと、はい、頑張ります。はい、では最後にもう一言お願いします。はい、ドリームとか一生なれないと思ってたんで、夢が叶いました。船券からめるように頑張ります。はい、ありがとうございました。今日のビーナスドリームセカンドに出場する6選手お話を伺ってまいりました。では改めて選手ご紹介させていただきます。選手ご起立をお願いいたします。ビーナスドリームセカンド1号艇渡辺由美選手、2号艇細川優子選手、3号艇海野ゆかり選手、4号艇中村かなえ選手、5号艇清水咲選手、6号艇深尾智恵選手です。それでは選手が退場いたします。大きな拍手でお送りください。選手退場です。